ああ、よく寝たって。なんか下の村が騒がしいな。なんか生意気なんじゃね、村人とか。ちょっとぼかしてくるか。オッケー、移動して。お、うわ、なんかお前らなんで武装してんの。生意気だな、ぶっ殺してやる。おらおら、いや、ちょっと待って。おー、強すぎー。はい、ドルル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 ル強くなってるっていうモッドです。はい、モッドです。で、今回はそのね、まあ、村人って弱いじゃないですか、普通。でもそういうね、常識あったら村人はちょっと消えるべきなんで、だからもうちょっと悪魔の実をガチャガチャで決めて、もうこいつは全員ボコします。ちょっと生意気なんで。はい、じゃあ早速やっていきます。はい、ということでね、まあガチャガチャを用意してきました。で、まあガチャガチャのラインナップはホロホロ2929、グラグラ、ヒエヒエ、ヤミヤミ、メラメラ、ピカピカ、ゴロゴロ、マグマグというね、まあね、まあ、最強格の悪魔の実を用意してきたんで、じゃあ早速ガチャガチャを引いていこうと思います。マジで楽しいのね、メラメラだから。メラメラっこい。おお、メラメラ来た。よっしゃー、じゃあ早速ね、準備をしてこの数の村人と戦っていこうと思います。じゃあ行きます。3、2、1、スタート。ほら来いよ。待って、やばい、待って、めっちゃ集まってきた。で、まあ一旦逃げて、で、最終奥義っていうか、まあメラメラといったら行きます。ヒューン。おー、待って、めっちゃ倒したかも。一掃した、やばい。で、一旦飛んで、ほら来いよ、全員来いよ。行きます。ヒジュー。おら、待って、やばい、強すぎる。ちょっと待って、一旦上がって、あ、待って、やばい、落ちた。いきます。大宴会。あー、俺、いけ、溜まってる。炎帝。おー、待って、やばい、めっちゃ強い。で、比重やって、試験。待って、やばい、水見えちゃう。おー、待って、やばいよ。で、しっかり他の技使って、ホタルビー。あと、ホタルビー全然食らわね。やべ、十字架。やばい。飛んで、待って、次火柱使ってみる。火柱、まあ来いよ。あ、もうほぼ村人いないやん。ここでしっかり火柱。待って、やばい、なんか、え、毒食らってる。やばい、待って。しっかり食料。やばい、なんかモクモク食らってね。モクモクみたいな。一回逃げて、で、一発被験。あ、待って、やば、被験ミスったー。けど、まあ大宴会の手が残ってるんで、しっかり大宴会。待って、ラストちょっとやん。もう一回被験で大宴会くらえ。大宴会炎帝。おー、やば、めっちゃかっけえ。被験で、あ、介護も倒しちゃった。まあいいや。で、まああとちょっとだから、そこは最後はちょっと一旦あそこ登る。うお、飛びすぎ。おお、被験。あ、もう、はい、え、もう勝ちました。あ、撲滅しましたもん。村人。最後ね、一発かっこよく決めていきます。いきます、大宴会。おお、くらえ。炎帝、危険。はい、もう、はい、倒しました。もう村人雑魚です。でも、このメラメラの実のね、能力にかかれば、もう村人なんて雑魚なんで。はい、お、なんか空中浮遊してる。じゃあみんな、最後まで見てくれてありがとう。バイバーイ。